今回その病気すらこれ企画に変えていこうと思います。これぶっちゃけありがたいんだよね。だって病気患ってもさ、病院に行く時間ないでしょ。でオフに行くの100円で、こういう機会を作ってくれるのはマジ嬉しい。ありがとうヒューガ。いいよいいよ、全然いいよ。ゆうた唯一感謝される場所、いや、ゆうたくんを見て僕が思いついた企画なんですけど、誰が病気患いやね。老いて、あなた。確かに老いて、老いて。まあ、ゆうたくんの病気というかね、まあちょっと最近顎関節症だみたいな話動画だったと思うんですけど、まあそれが結構本当にヤバいらしくて、で、何がヤバいかって、これ動画に支障出てるんです。これサムネ撮影、あやっぱゆうたってサムネに起用されることが圧倒的に多いのに、やっぱサムネ顔ができない、まあ、例えば、まあ、このサムネとかね、あとはセミのサムネが出てたと思うんだけど、うん、あれとかもう満点で口開いてるでしょ、うん、あの顔ができないのはちょっと渋すぎる。あの顔できるかできないかで40万ぐらい変わってくる。でも全然違うよ。オフではないんですけど、ちょっと一日病院に行く日を作るよっていう。じゃあ早速企画発表していきたいと思います。ということで本日の企画、第1回コムドット通院 Vlog。 まあ全員あんの、全員あるんじゃないですか。おー、ゆうたくんどこ行くんですか。僕、眼科行きたいです。ああ、そこがやっぱ優先順位的に一番やばい場所。緑内障って定期的に通院しなきゃいけないんだけど、俺7年ぐらい行ってないの。結構やばいんだもん。結構今マジでやばい。え、どういう病気なんだ。俺左目だけ緑内障なんだけど、視野欠陥つって、自分では気づかないんだけど、見えてない部分があるの、左目に。何年進行しちゃってんの。7年分。え、左だけってことは右は普通なの。右は普通。でも結構やばい。俺よく言ってるやん。言ってる。眼圧やばい。いや、言ってる言ってる。でもね、俺らも眼圧やばいって言われてもなんかできない。わかんないから毎回大丈夫なの。この辺がギューってなの。オール明けの日差しみたいな。ああ。はい、ということでゆうたの通院 Vlog です。僕はですね、ちょっと緑内障っていう病気をね、あの昔から患っていまして、本日は眼科にやってまいりました。緑内障が発覚したのが中学1年生か中学2年生ぐらいの時で、で高校1年生の時に最後眼科に来て以来1回も来てないので、ちょっとね進行度合いが心配ですけども、まあがっつり点眼液さして、がっつり診察受けて、がっつり緑内障退治していきたいなと思います。まあ緑内障っていうのは治らない病気らしいんですけどね、進行を抑えることぐらいしかできないらしいんですけど、まあせっかくの機会なんでがっつり進行を抑えていきたいと思います。それでは病院の中入っていきます。映せるかわかんないけどね。はい、ということで眼科から帰ってきました。すいません、中はねちょっと撮影許可 NG ということで撮れなかったんですけども、今ね一通り検査を終えたんですけども、昔出た検査結果では緑内障の恐れがあるよっていう段階だったらしくて、まだ緑内障って断定されたわけではなかったっぽいんですね。で今日ね7年ぶりに検査したんですけども、ほぼ緑内障だねみたいな診断結果を受けました。非常にまずい。今ですね、その緑内障の検査に必要な点眼液を刺したんですけども、その点眼液がですね、瞳孔を開く点眼液でして、4、5時間ね、ちょっと視界がぼやぼやしてるっていうのと、日差しがちょっと眩しすぎるっていうのがありまして、お腹が空いたんで、ちょっとご飯食べたいなと思います。何食べようかな。